ニューヨーヨクタイムズスクエアがナンバーアンダーライン愛一色に、スポティファイが仕掛ける世界戦略とは、海外の反応をまとめ、タイムズスクエア広告を成功させた日本人アーティストまとめ、世界で活躍する日本人アーティストの未来は、ナンバーアンダーライン愛の巨大サイネージ広告がニューヨークのタイムズスクエアで放映されたというニュースは、日本のファンにとっても世界のファンにとっても感動的な瞬間でした。 デビューからわずか数ヶ月という短い期間で、彼らは音楽界での確固たる地位を築きつつあり、その成果を象徴する出来事として、この広告は大きな注目を集めました。特にタイムズスクエアは、ニューヨークの中心地であり、国際的な視点から見ても非常に象徴的な場所です。そこで映し出される広告は、まさに、世界に羽ばたくという彼らの夢の第一歩を感じさせます。広告が放映された際、 たくさんの現地の人々がスマホを手に持ち、彼らの姿をカメラに収めている様子は、ただのプロモーション以上の意味を持っていたように思えます。それは、彼らがアーティストとしての存在感を世界に示した瞬間でもあり、日本のエンターテインメントが国境を越えて広がる可能性を示唆するものでした。ニューヨークでの映像を見ていると、自由の女神や都市のシンボルとともに映し出されたナンバーアンダーライン愛の MV が、 ままるるでそのの自体と一体とと一なってて躍動ししいるかのように感じられました観客が目を見開いて笑顔を見せる姿や手を振って応援する様子は彼らの音楽がただ単に視覚的なものとしてではなく感情的なレベルでも人々に届いていることを証明しているかのようでした。この成功は彼らの努力の賜物でありまたスポティファイをはじめとする企業のサポートも大きな力となりました。 スポティファイが企画したこの巨大広告キャンペーンは、アメリカのみならず、スペインや韓国、インドネシア、タイといった他の国々でも展開され、世界各国の音楽ファンに彼らの音楽が広がっていく様子が見て取れます。スポティファイが特に海外市場で彼らを推しているという事実は、日本国内の音楽シーンが世界にどう受け入れられているかという観点からも、非常に興味深いと言えるでしょう。実際、 海外のスポティファイリスナーたちがプレイリストに彼らの曲を追加し、世界中の音楽ファンが彼らの音楽を発見しやすくなっているという点では、これは彼らにとっての重要な機会であり、日本の音楽業界にとっても新たな可能性を示しています。タイムズスクエアの巨大広告が話題になった時、すぐに多くのファンから祝福の声が上がりました。世界での活躍おめでとうというメッセージは、彼らが日本だけでなく、 グローバルな視野で活動を広げていく姿に期待を寄せるものです。特に、日本のエンターテインメントが海外で注目されるのは、昨今の国際的な文化交流が進む中で非常に意味のあることです。彼らの成功は、他の日本のアーティストにもインスピレーションを与え、さらなる挑戦を促すことでしょう。しかし、成功の裏には多くの困難もあったことでしょう。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、 かつて大手事務所に所属していましたが、自らの夢を追いかけるためにその事務所を辞めるという決断をしました。これには相当な勇気が必要だったことは想像に固くありません。特に、事務所を辞めた後のキャリアの不確実性は、メディア露出の減少や世間からの批判を伴うものでもあります。それでも彼らは諦めず、自分たちの音楽を信じ、ファンと共に新しい道を切り開いてきました。その結果として、 ニューヨークのタイムズスクエアに自分たちの MV が映し出されるという偉業を達成したのです。ファンの間では、この成功を喜ぶ声と同時に、今後の挑戦に対する期待も高まっています。まだまだ道のりは長く、これからが本当の試練であることは誰もが感じているでしょう。特に、海外での活動を本格化させるには、多くの壁が立ちはだかることが予想されます。言語のの壁、文化の違い、 そしして市場のの競争の激しさは彼らがこれから直面するであろう課題の一部です。それでも、彼らの謙虚でありながら妥協しない姿勢、周囲への感謝の気持ちを持ち続ける彼らの姿は、多くの人々に尊敬され、応援され続けるでしょう。これからも彼らが一歩一歩成長していく姿を見守りたいというファンの声は、まさにその証拠です。彼らの活動は、日本国内でも大きな話題となっています。 渋谷の街がジャックされるかのように、彼らの広告がたびたび表示されることも驚きの一つですが、今回のニューヨークでのキャンペーンは、さらにスケールが違うものでした。5面の広告がシンクロし、彼らの MV が一斉に流れる様子は、圧巻そのものであり、その映像を実際に現地で目にしたいと思ったファンも多かったのではないでしょうか。この規模の広告が表示されるのは、日本人アーティストとしてはわずか数組目であり、 彼らの快挙は日本のエンターテインメント界にとっても誇らしい出来事です。しかし、この成功にもかかわらず、日本国内のメディアでは彼らの活動に対して批判的な報道が見られることも事実です。海外に行かないのか、行けないのかといったような批判や、新曲に対する厳しい評価が続く中で、彼らはどのようにしてその困難を乗り越えていくのかが問われています。彼らの活動が急激に進展している一方で、 日本のエンターテインメント業界の一部はまだ彼らを完全に受け入れていないという現実があります。それでも、彼らはこれまで一歩一歩着実に階段を上ってきました。彼らの楽曲が海外でも評価され、MV が広く視聴されるようになった現在、彼らの歩みは日本国内外のファンにとってもますます興味深いものとなっているのです。さらに、ファンの間ではライブチケットの転売問題が浮上しており、 人気がが高ままるるにつれててこの問題が深刻化しているといとう懸念もあります転売によってチケット価格が高騰し、本来のファンがライブに参加できなくなるという事態は、音楽業界全体にとっても大きな課題です。この問題に対して、事務所がどのように対応していくのかも注目されています。転売対策を強化し、より多くのファンが正当にライブに参加できるような環境を整えることは、 今後の彼らの成功に不可欠な要素となるでしょう。このような困難を乗り越えつつ、ナンバーアンダーライン愛はさらなる成長を遂げていくことが期待されます。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントではなく、ファンとの強い絆を築くための手段でもあります。彼らがデビューしてからここまでの短期間で達成した成果は、他のアーティストにとっても励みとなり、日本の音楽シーン全体に新しい風を吹き込んでいます。 そして、彼らがこれからも世界に羽ばたいていく姿を、私たちは応援し続けることでしょう。この成功の背景には、もちろん彼ら自身の努力だけでなく、彼らを支える多くのスタッフやファンの存在も大きな要因となっています。音楽業界における成功は、個人だけではなしへ。ないものであり、周囲のサポートがあってこその成果です。ナンバーアンダーライン愛は、 常にファンやスタッフに対して感謝の意を表しており、その姿勢が彼らを一層魅力的にしている要因の一つでもあります。